ね、あの北京冬季オリンピックでの岩手県出身選手の活躍を尽くして、あの市内の、クラフトビールの製造業者であります赤月ブルワリーさんというところが、このドラゴンアイの4種類の、特別限定ラベルオンザ、ベスコセットというものを、販売されまして、東京でもかなり大きな反響を、いただいておるものでございます。はい、そこの社長さんからご紹介いただきますので、私から代わって紹介をさせていただきたいと思います。こういう金、銀、銅ともう一つの4種類セットでございます。はい、それぞれの、メダリスト入賞された方をイメージされて、作られたということでございますので、ご同席させていただきます。はい、ソチオリンピック、ピョンチャンオリンピックに続く3度目の北京冬季オリンピックで見事団体銅メダルを獲得されました。八幡平市民もこの八幡平市の力、本当に北京に届くぐらいの皆さんの祈るような気持ちで応援をさせていただきました。本当に八幡平市の誇りであります。本当におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。ありがとうございます。すみません、このような、時間を設けていただきありがとうございます。今回で、3回目の挑戦、そして僕自身の中では、最後の挑戦として臨んだ北京オリンピックで、こういった形でメダルを、自分とこの八幡平市に、持ち帰ることができて、本当に、競技者として、最高の競技人生を送らせていただいたなと思っております。なので本当に今日は時間の許す限り、実際にこのメダルを見て、触っていただければなと思っております。本当に今日はありがとうございました。